んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは頭が悪いをやめるです。自分は頭が悪いからと口癖のように言う人がいますよね。それは本当でしょうか？実はこの人たちはそれを言うたびに自分で脳の回路を切っています。なぜそんなことをするんでしょうか？それはできる、わかるというとやりたくないことをやらされる、仕事が増えると思っているからです。面倒なことはやりたくないという理由でわざわざ自分の頭を悪く作っているんです。その結果自分の頭も悪くなりますが、さらに悪いのは自分の子供たちに問題が生じるということです。これは恐ろしいですね。でも誘導瞑想を続けて子供たちまで良くなった人たちがいますから、諦めずに直しましょう。ではいつものように目を閉じて自分を6歳の子供だと思ってください。この場合できれば3歳のイメージがベストですよ。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。あなたは頭が悪いって思っているんだね。そしてだからできないって言っているよね。そして周りの人に代わりにやってもらったり自分だけ免除してもらったりしているよね。面倒くさがりだよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。人よりもできることが少なくなってしまったし、やりたいことがあっても頭がついていかないんだ。新しい便利な道具が使えないとか、ビジネスのチャンスがあっても自分には難しくてできないとか、もっと悪いことには自分の子供も同じように頭が悪くて他の子と同じことができない、だからこの子が幸せになれるのかわからない、これは親として情けないね、つらいね、だからそうやってやりたくないからって頭の機能を止めるのはやめなさい。できないと言い張って脳の回路を切りまくってできない証明をしようとするのはやめなさい。自分の考えたいことだけを考えて周りの人が言うことをわからないとごまかすのはやめなさい。その度にあなたは脳の回路を切っているよ。ちゃんと人と同じようにやるべきことをやりなさい。自分の好き勝手をしようとしないで求められていることをちゃんとやりなさい。あなたはちゃんとそれができる脳を持っているんだよ。ちゃんとできるようになればあなたは本当はとても賢くてかっこいい存在なんだよ。だから脳の回路をつなぎなさい。切りまくった回路を一つ一つつなげなさい。そしてわからないと言っていたことをわかるようにしなさい。できないと言っていたこともできるようにしなさい。あなたはちゃんとできるよ、わかるよ。さあ回路をつなぎ合わせようね。大人の自分はあなたをとても愛しているよ。そして素晴らしい人生を用意して待っているからね。つなぎなさい、やりなさい、頑張りなさい。もう切るのはやめて脳の回路をつなぎなさい。やりなさい、わかりなさい。できるよ、できる。